GDA3フィット。 これね、ちょっとね、音がする。まあ、エンジン音は正常です。オイルも入ってます。まあ、クーラーかけてるのでファンも回ってます。まあ、至って静かです。クーラーもね、結構芯があって冷たいです。まあ、コンプレッサー止まってファンも止まるというね。まあ、至って正常です。ちょっとね、様子見ていきます。今日はね、比較的涼しいのでクーラーもね、すぐに回らない。まあ、水もね、ええ感じでポタポタ。あ、コンプレッサーだね。コンプレッサーね、ちょっとゴロゴロと音出てます。さっきは出てなかったんですね。ガス入れすぎ。まあ、ええ感じだと思うんですね。これね、これぐらいビチョビチョだったらよく聞きます。このタイプね、覗き窓あります。ガスがね、入りすぎでもないです。これね、多分コンプレッサーのちょっとへたりだと思います。なのでね、まあ、いつものね、これですね、パワーエアコン、これを入れていきたいと思います。まずね、まず穴を開けずに軽く入れます。で、低圧のね、L って書いた方、ちっちゃい方のホースは太いけど、キャップが小さい方ですね。これに差し込みます。で、ここでね、エア抜きます。あのガスをね、こっちに出して、ホース内のエアを抜きます。
でねじって入れていきます。まあ、ガス類ね、ぬくめて下を向けるとよく入ります。で、抜いてこれで OK です。これでね、エアコン回った時のちょっと音確認していきます。ちょっと前ね、ダイハツの中の車もうちょっとね、コンプレッサーが弱いやつがあったんですけど、もう完全音止まって、ちょっとね圧縮が出て効くようになりました。ちょっとマシになりました、ね、まだ少し鳴ってますが、ちょっとマシです、ね、あ、音消えてきました。音消えてきましたね。ちょっとね、何回かけて見ます。言わなくなりました。もうほぼね言うてません。静かになりました。でもそれよりね、もう雫がねボトボト垂れて結構効いてると思う。はじめはね、ちょろっと言ってたような感じしましたが、もう今はね、完全に音がなくなりました。まあ、今回はね、多分ね、コンプレッサー内部のちょっとガスが少なかったような感じだと思います。他にもね、いろいろ動画を出してますので、見てください。で、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。